一生美女道皆さん、おはようございます。一生美女道の時間です。女性の企業ゼロからサポートする女性企業パートナーズ代表、そして税理士の及川元のと、サブパーソナリティの松崎花子です。はい。一生美女道は、社会の常識の枠を外し、自分を自由に表現して、女性らしく心豊かに生きる粋な企業家を目指したい女性、粋ジェンヌのためのお役立ち番組です。 そしてありのままに生きることをテーマに自分自身の経験を通して培ったビジネススキルや悩みの解消法そして直感を使った楽しい生き方を発信します、えー、さて今日のテーマは美人になる方法ちょっと普段と違うカラーで <laughs>、うん、今日はトークしていきたいと思いますこの番組ではメッセージを募集しています メールアドレスは7 9 7 f,、ま、f m 技能ワの 1.com また f m 技能ワの1ではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。f m 技能ワの1のホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますのでたくさんツイートしてください。よろしくお願いします、えー。それではここで1曲お届けいたします。今井美希でプライド。

はいでは、今日もね、フリートークでお送りしたいと思うんですけど、今日はね、ちょっとあなんていうんでしょうね、あの外見的なものを含めた美人になる方法ということで、教教ええててあの最初に言いますけど、私が実践してることとかではなく、すいません、受け売りで、今日はちょっと本の紹介っていうところから。はい えとですね、ちょっと本当に昨日読みたての本なんですけど内田宏さんという男性が書いた「毎朝自分の顔が好きになる」という、えー、本なんですね。うん、でこの方あの元美容部員というかデパートのこうねお化粧品コーナーで、えー、とメイクなど勉強し<ー>まあ施してて。うんうん でそこのメイクの限界というか、うん、あ,のあり方にちょっと違和感を感じてシンプルメイクっていうのを、うん、あの独自で研究されて<ー>今そういったあのちょっとねこう、うん、欠点をカバーするんじゃなくて、うん、あの魅力を引き出す、うん、引き出すっていうことを提唱しながら、うん、こう塾を美塾という、うん、あの女性にこう。 ね、美しくなる方法を教えているという方が、うん、あの著者である本なんですけど、ね、タイトルがが<う>自分の顔が好きになるこれ自分の顔が好きになるってどういうことかなってちょっと思って、うん、読んでたら、うん、要は素顔ですね本当にあなた自分の顔知ってますかっていうところからこう入るんですよ。<ー> 原さん例えばメイクする時、うん、例えば結婚式とか、うん、そういうちょっとね、うん、あのパーティーとかの時にどういうことを目指してこうメイクとかしますまず自分の顔を見て素顔を見て、うん、どんなイメージイメージというか例えば私の場合だと、うん、あなんかここにシミがあるとかまずそこを見て。 であこれどうやって隠そうかなっていうスタンスからこう入ったりとか<ー>で、うん、今日のイメージ服はこんな感じだからって言ってそういう別の服とかに合わせてこうメイクしたりすることが多いですごめんね私本当家にいたりとかさ用事がなければしない人だから <laughs> 分かんなでもそれもありんですよね。あ,<ー>あの

肌荒れがとかって言うと多くのその対応される美容部員の方って「あわ分かりますじゃあそこ隠すメイクしましょう」みたいになるらしいんですよ私あんまりアイコンはいかないんですよそうするとその人を生かすメイクっていうよりかは隠すメイク欠点を隠すメイクイコールいいになるってことだそうそうそう 多分、うん、お客さんが求めている、うん、その気になってることを隠しててはいるけれど、うん、その総合的に出来上がったものっていうのはメイク本来の,その魅力を、ねうん、引き出すっていうこと、うん 機能してないっていう。そうね。うん、あの厚塗りになればなるほどもしかしたら目立つかもしれないしね。そう。そうでそう。厚塗りの人は十メートル先でわかるって。<laughs> ね。すごい人いるもんね、うん。いますよね。なんかちょっと人と違う。<laughs> なんかこう。 なんていうんだろう、こう、能面みたいなね。うん、うち、子供でもやっぱり、<laughs> 怖いって構えちゃうような。なんだったんだろう、みたいな感じで。後でこうね、今のすごかったね、とかって。<laughs> 子供正直だから。なんかちょっとバケモみたいな。いますよね。そうそうあ。そういうことをしてしまうと、うん、もう気持ち的にも、あの隠そう隠そう。うんうん、私、 魅力、ねあのうん、ないからもう隠すしかないのみたいになってしまうっていう、うんうん、か。 こと、まあ、だから、その外見の部分が内面につながっちゃってるっていうこう危機感を。この方はまず。わ、はいはい、かりやすいってことだね。だそう、そうです。そう,そう、ね、ね、それが出ちゃうっていうことで、うん。毎日見る顔で欠点ばっかり探してる。うん、なると、自分自身も、もしかして、日々欠点を探しつつ。欠んじゃないのっていう話だ。うんうん、そう、そうなんです、うん、内面でもね、やっぱり。あの、私、これできないし、あれできないし、うん、あの人はあんなことできるのに、うん、っていうこと。 にフォーカスする、まあうん、人間の特性はそういうことがあるらしくて、うん、やっぱりこう満月を見るよりもちょっと半月とか欠けた月を見る方にし、うん、美しいと思っちゃうそうそう集中しちゃう早く見つけられるみたいなああなんか分かりやすいねそうそそそううんう,ん、うん、そういう特性はまあどうしてもあるあるとこの内田さんはおっしゃってて。 うん、だけどそこは変えていいいいかないといけないととけ、うん、だから多分あの私の、うん、まずこうモデルさんがいたとしてでじゃあ何人かがその周りにいて、うん、じゃあこれからメイクレッスンをしますと。で周りの人に「うん、この人の魅力ってどんなとこだと思いますか?」って聞くと、うん、きっとなんか目がキリッとしてるとか優しそうとかうん、うん、肌綺麗 みんないいとこ見てくださるとほとんどの人が思うんですけどでも本人は「えっ?」てなるよねじゃあそんなそんなこんな趣味だらけでっていいよねそうそうそう別に多分謙遜ではなく本気でね普通に当たり前にそうやって言ってるかもね思ってるはずでそうなの私目が綺麗なんて言わないよねそう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 なかね 陥りやすい、自分の魅力を出し切れてない、うん、女性のその陥りやすい罠なんじゃないかっていう、うん、そう、メンタルの部分からなるほどーかれてて、あーなるほどなって思ったんですよなるほどねそうそうそう、魅力をメン,メンタルが通じてるってことだね通じてて、魅力を出し 出さなくしてるのはああくまででも自分であるとんどんなにいい高いコスメ買っても、うん、そういう精神性でいる限り、うん、やっぱり、ね、メイクしても欠点隠しにしかならないと何万もする化粧品使ったって、うん、本当の魅力が出せないいっていうだから私たちのコンサルもまあそういうことに通じていくのかなと。 思うもあの苦手なことに意識を集中してさそれどうにかしようって思うよりも、うん、やっぱ得意なことだったり好きなことだったり、うん、をどんどん技術伸ばしていく方がんかあのできなかったことをカバーできるじゃない。うんうん そんなできないこと、気にならない,らい,い,い、な,な,くなるじゃない、でも、そうそうもしくはそこを伸ばしていくとさ、さのま、うん、伸びるところを伸ばしていくと。カバーっていうか、うん、そっちも必然と上がってきたりする。苦手だったことがね。ですよね。そうなんですよ。もう、だから。 そっちよりはできることとか魅力を出す方にね手っ取り早いと思いますそっちの方が多分どうしてもねでもねできないこととかやれてないこととか気になっちゃう気になっちゃうね決定の方に気になっちゃうけどねでもやっぱりこれはいつも思いますけど日本の教育のあり方苦手はなくそうと。 そこがやっぱり根源にはなるのかなとでもそれを例えば今のお母さん世代の方がそういう欠点があるというかそういう教育の仕方があったりとかどうしても人間の特性は欠点を見てしまうってことを理解してそれを子どもたちにあの。 家庭で教えてあげる、そういうことができていれば子どももあ外ではこう習ったけど、うん、本質的に自分は好きなことやっていいとかそうだ、ね、自分の魅力はこういうことだから、うん、これに取り組んでいいんだっていうふうに,うに健全に持っていってあげられれば一番うん。 私もそうですねそういう女性を増やしていきたいなっていうのはもうずっと、うん、あの理念としてあるんですけどメイクにもやっぱ通じてるんだなっていうのもうど,どの世界にも通じてきてるんじゃない、うん、うちあのう、ね、息子空手言ってるけどうん、うん、やっぱり師範代の先生が、うん、あの苦手なことに、うん。 最初はねまだ未熟な時っていうのは苦手なことを克服するためにものすごく時間を割くよりはやっぱり自分の得意な技とかそういうものをよりいいものにしていく努力をする方が楽しいしうん、うん、続けていけれるしってやっぱり言ってたそうですよね、うん、それやっぱスポーツの世界にも通ずるんだなと思ったよなるほどねそう、まあすごく深い いだなって思いつつじゃあ具体的に美人になる方法はって <laughs> いうところだと、うん、そのメイクのテクニックとかっていうのも、うん、まあ多少はあると思うんですけど自分がどういうふうに、ん、メイクを通して自分を演出していくか、うん、綺麗に見せていくかっていうところにやっぱり全部の答えがあって、うん、例えばあの。 メイクをする時の自分のその何、うん、て言うんでしょうね姿勢、うんうん、もうなんかすごいこう <laughs>、ね、本当に平面に絵を描くようにやってると、うん、やっぱりその一面しか見てないから。 正面から見たら綺麗かもしれないけど他の角度から見たらあれっていうで自分は分かんないじゃないですかそうですね全身のトータルのほら何全身の見える鏡で見るとあらっていうのもあるしね多分ね洋服のスタイルとかそういうのでバランス見てあらっていうのはあるかもしれないしねすごいそのメイクに凝るというよりかはメイク自体はシンプルでいいんだけどすごく自分の魅力をまず知ること。 まつげが長いとか鼻筋が通ってるとかもうどこか一つでもいいのでそれを見つけてそれを中心にそこを際立たせるようにメイクをするように心がけるっていうのもありだしあとよくファンデーションって均一に塗るとかねこうまんべんなく塗るっていうのがまあセオリーとされてるけど 絶対違うっっててこの方は言ってて<ー>肌色はか、うん、顔の中の肌の色っていろんな部分で違うから自分が一番綺麗だと思う色に,、うん、に合わせて。うんあの 塗る,塗るところと塗らないところを分けるとか<ー>あそうなんだとかって同じ量っていうか同じ量だけ塗らなくていいっていうか、うん、全部にまんべんなく塗らなくていい塗らなくていいっていうあなるほどでもそうかもしれないね、うん、そうそうそう、まあ、塗り方のテクニックまではねちょっと書かれてはなかったのでわからないんですけど確かにその、うん、例えば自分の肌色を調べずに、うん、なんとなく既存のそのファンデーションの何種類かのカラーからうん、うん 近いいものを選ぶじゃなでも実際はそうじゃないと思うんですよねそ,そんな全く同じ色で自分の人間の皮膚ってできてなくて複雑でそこに合わせてあげる、うん、自分に合わせてその道具を使うっていう感性がやっぱりあの、うん、何でも迷わずにその自分に合わせればいいんだから。 世の中のそういうコスメ何使ったらいいかっていうことを迷わずに自分に合うものを選べばいいとそうだね確かにそうだね綺麗な人ってやっぱごちゃごちゃしてないなっていうのはすごくイメージ的にねあるので自分に合うものを知ってたりとか自分の魅力を知ってたりとかそういうところ素敵だなって思う人は結構そうだね。すごくシンプル だと思うんですよねなるほどなるほどそう。あと結構女性が気になるまあ私自身も結構気になったりする時はあるんですけど、うん、年齢例えば20代30代40代、うん、50代でそれぞれやっぱり思うの共通して思うのはやっぱり若いことへの裏山には「うん、<laughs> <laughs> あの時は良かったな」とか。<laughs> あの時はこんな染みなみを振り返って、ね、<laughs> そう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 、うん、そう,そう多分30歳から見たら20歳の時のこと、うん、で20歳から見たら10代,10代とかねもうピチピチだったのにっていうねそう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 いやいや今もうその年齢じゃないからってことだよう。30代は30代40代は40代、うんうん、自分に合うものが。 やっぱり年を重ねないと出てこない魅力とか洗練されている部分だったりとかそこに知識が裏付けがついたことによってよりこう説得力のある存在感とかそういったものってやっぱり若さでは出ない表面の皮膚では皮膚の美しさではにじみ出ていかないなんだろうなこの本の中では圧倒的な その美しさって表現されてるんですけど<ー>40代50代の人が持ってる美しさってっ20代30代にはたぶん到底太刀打ちできるものがあるとそれは多分外見のものだけじゃとかじゃなくてにじ,、ね、じみ出るものそういうふうに自分の魅力をちゃんと理解して出し方も知っててっていう生き方をしていけばそれってメイクとかうそういう。 テクニックではない形で表現できるんだなっていう。本当、うん、だね。そうそう。本当、とっても、あ。なんか目から鱗っていうか。<laughs> 面白かったです。ね<ー>。で、なんかね、いつも。比較、比較っいうか、出しちゃうんですけど。結構フランスの女性って。うん、もう年をとっている女性の方がモテるらしく。あ、そう、うん。やっぱりその。エレガントさとか。うん 気品とかそういういの見てる見て周りも見てるんだ、るやっぱりこうなんだろうな、うん、知的な女性美人じゃなくて知的な女性の方がすごくあのモテるらしくて<ー>、うん、それってま知性はねやっぱりうんま年齢に比例するとは言いませんけどうん、うんま、それだけ年を重ねて経験してそうだ、ね、落ちのきだったりとかと。ね っていうのをあの考えると、もう四十代、五十代、六十代の女性はもうこれからね、どんどんね自分の魅力を生かしていくっていうだけで綺麗になっててほしいなっていう本だよ、それだけいろんな経験してるわけだからねそれをもう隠さずにね顔に現れてるよね、ね出ますね、やっぱり生き方って、若い時はね、なんとかこう勢いでメイクとか かわいいとか言われてそれもありもちろんありででも年を重ねると違う魅力の出し方を目指していくのがいいのかなっていう本当だね年齢相応っていうか今の自分に等身大でねそうそうそう全然等身大で年齢はただの数字だと思うので自分の生き方のみだと思いますぜひちょっとねおすすめなので 読んでみて、ください。はい、で、あ、ごめん、な多分超ギリギリなんですけど、来週、もう今週の金曜日。はい、え、交流会をね、交流会やりますので、まだ間に合いますので。お申し込みね。申し込み。はい。してください。お待ちしております。はい。早いね。早いですね。もう、今日もあっという間でしたが。はい、今日のお相手は及川元のと松崎花子でした。はい、また来週の9時半にお会いしましょう。さよなら。